レッスン157私は今キリストの面前へと進み出ます私は今キリストの面前へと進み出ます今日は心を静め信頼を寄せる日 あなたの暦に記された特別に約束された時輝き続けるために天国が取っておいた時であり時間を超えた光がこの日に投げかけられ永遠なるものの小玉が聞こえてきます今日は新たな経験今までとは異なる感覚や自覚へと導かれる 神聖な一日ですあなたは長い間昼夜を問わず死の儀式を行うために過ごしてきました今日は命の喜びを感じることを学びます今日はカリキュラムにおけるもう一つの重要な節目です 私たちは今すでに学んだことのすべてを明らかにしまだ知らないことのために自分たちに準備をさせてくれる新しい要素新しい経験を付け加えます。私たちは学びが終わる扉へと導かれその経験によって達しうるその範囲の一番高いところを超えたところにあるものを垣いまみるでしょう。 ほんのちょっとの間ここにいてそれから自分たちが進む方向と唯一の目的に確信を持ってその向こうへと進んでいきます今日は天国の感覚に触れることになるでしょうもっともその後学びの道へと戻っていくことになりますけれどもただあなたは時間の別な使い方ができるまで学んできているので 時間の法則を脱してしばらくは永遠を手に入れることになります。レッスンを一つ一つ忠実に積み重ねることによってあなたはこれができるようになります。そしてこの聖なる場で少しの間あなたの真の自己と共にいられるようになります。 今日は真の自己があなたの練習を指導します。今やあなたが求めることはその真の自己の意思と同じです。そして今日あなたの意思が真の自己の意思と結びついたのであなたが求めることは必ずあなたに与えられます。あなたの心を照らし 静かな期待と穏やかな喜びの中で心を休ませるには今日のアイデア以外何も必要ではないしそこであなたはあっという間にこの世を後にすることができます今日からあなたの務めは本物の献身的な愛と輝きを帯びることになりますそれがあなたの指先からあなたが触れる人々へと伝わり あなたが目にする人々を祝福します。ビジョンはあなたが出会う人々、あなたの心に浮かぶ人々、そしてあなたのことを思う人すべてに届きます。あなたが今日を経験することは、あなたの心を一変させるので、それは聖なる神の思いへの至金石となるのです。今日 あなたの体は清められます。今や体の唯一の目的は今日あなたが経験するビジョンを運びこの世界を輝かせることになります私たちはこのような経験を直に差し出すことはできませんただその経験は私たちの目にビジョンを残すのでそれをみんなに差し出すことができ その人たちがこの世界を穏やかに忘れ去りしばらくの間天国を思い出す同じ経験をより速やかに得られるかもしれませんこのような経験が増すにつれこれ以外のすべての目標はほとんど価値がなくなっていきますあなたが戻ってくるこの世界は時間の終わりに少し近づくことになり もう少し天国に似たものになり、その解放へ少し近づきます。そしてそこに光をもたらすあなたは、もっと確実にその光を見るようになるし、もっとはっきりとビジョンを捉えるようになります。あなたは今と同じような姿で戻ることがなくなる時が来るでしょう。そうする必要がなくなるのです。ただ、 今はそれには目的があり十分にその役に立ってくれるでしょう。今日私たちはあなたがかつて夢見たこともない進路へと旅立つことにします。ただ聖なる存在、人生の幸せな夢を与えてくれる存在、知覚を真実に通訳してくれる存在、 あなたに与えられている天国への聖なる案内役はあなたが今日を始める旅路をあなたのために夢見てくれていたので今日という日が差し出す経験はあなた自身のものです私たちは今こそキリストの前へ進み出て落ち着いてキリストの輝ける顔と完璧な愛だけを認めます キリストの顔のビジョンは私たちと共にとどまりますがすべてのビジョン最も神聖なこのビジョンでさえも超越する一瞬があるでしょうあなたがこのことを教えることはありませんそれは学びを通して得たものではないからですただビジョンはあなたがその瞬間に知ったことについて覚えていることを伝えてくれるので必ずや 再び知ることになるでしょう。